北海道に接近した台風7号は日本海を北上していて、東北には暴風警報が出されています。こちらは今の輪っか内の様子です。現在、暴風警報が輪っか内など宗谷北部と利尻レブンに出されています。午前11時までの最大瞬間風速は、奥尻空港で27.8メートル、尻べ市のくっちゃ町で23.3メートル、 札幌で22.7メートルが観測されています台風7号は夜には温帯低気圧に変わる見込みですが日本海側北部では暴風に警戒が必要です札幌市白石区では風の影響か街路樹が折れていました札幌市消防局は石狩・空地・尻部市地方は強風により火災が延焼しやすくなっているとして注意を呼びかけています